ただいまよりキラキラきらめき in 大洗を開催いたします。主催大貫商店会会長松澤よりご挨拶を申し上げます。おはようございます。おはようございます。第1回キラキラきらめき in 大洗、初めてのことなんで、どうなるか分かりませんけども、いいお天気に恵まれまして10時から、まあ、3時までという短い時間でございますので、どうか事故のないように気をつけて、楽しんでいただきたいと思います。どうもよろしくお願いいたします。続きまして、機会運営をいたしました大貫地区活性化委員会会長桜井よりご挨拶を申し上げます。皆さんおはようございます。おはようございます。こんなに立派にできて とても良かったですそれで、今日はここで楽しんでいってください。で、終わったらこのまっすぐ行って右へ曲がっていくと大貫商店会という、昔ながらの商店街がありますので、そちらの方にも顔出していってくれると、嬉しいなと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは引き続き東茨城カルテットさんの演奏をお楽しみください。
このきらめき通りは昨年の11月7日開通式を迎えることができました。お笑い町にとりまして長い間のもう懸案で、そしてこれはお笑いのシンボルロード、顔になるようなロードとして展開をしていきたいというようなことで、復興事業で作ることができたところであります。これは国費全額でですね、町の負担なしの道路であります。で、まあ、こういう道路が開通できたということでありますので、町としては早くやはりここがシンボルになるように展開をしていきたい、そんな思いで、日々活躍をしているところでありますが、そういうところを受けて、大貫商店会の皆さん方が、いち早くですねこうした取り組みをしていただくことができました。毎週日曜日は何かここで行われていて楽しめるロード、まあ、そういうようなことになっていくことを私ども大いなる期待をしておりますので、まあ、今日出展をいただいた皆さん方、これを契機にですね、よりそうした思いで展開をしていただけたら幸いだなというふうに思っております。お笑い高校のマーチングバンドブルーホークスの方も急遽ですねお願いをして、こういう、皆さん方に楽しんでいただけるような環境になりました。改めて有君先生はじめ、ブルーホークスの皆さん方にも心から感謝を申し上げる次第であります。ありがとうございます。今日はこう天候に恵まれてですね、ガルパンの皆さん方も大勢おいでいただいておりますし、また地元の皆さん方も大勢、ここにおいでをいただいていることを大変嬉しく思っております。どうぞ一日楽しいひとときとして、皆さん方お過ごしいただければと思っております。また今後ともただいま申し上げましたように、毎週何か行われている、また何かここで展開していこう、そんな思いでですね、ここにいろいろな業を営む皆さん方もお力添えいただければというふうに思っておりますので、そういう展開がなることをご期待しております。一日楽しい時になりますようご祈念して挨拶といたします。ありがとうございます。この後ですね、アライペイとの、じゃんけん大会を行います。勝ち抜いた方にはですねプレゼント等、ご用意しておりますので、ふるってご参加ください。アライペイ準備している間にですね1点、皆様にお知らせがございます。こちらですね、来る4月30日日曜日にですね、特別な上映会を行います。大洗町民在住の方で、在勤大学者限定で、ガルパンの、劇場版の上映会を行います。こちら、特別な上映会でして、音響にこだわりまして一般的な映画館と同じような、あるいはそれ以上の、音響で、聞くことができる特別な上映会でございます。その他にもですね特別なゲストをご用意しております。今予定しているのですと、岩波音響監督をはじめ、豪華な、ゲストが、来る予定となっております。料金に関しましても特別料金でして、大学生以上が1000円、中高生以上が、中高生500円、小学生以下は無料となっておりますので、皆様ぜひぜひ、ふるってのご参加よろしくお願いいたします。前売り券等に販売がありまして、ちょっと見にくいですが、三又接骨院や、坂本文具店さん、増沢精肉店さん、高菜屋本店さん、ガルパンギャラリーとで前売り券の発売等も行っておりますので、皆様、4月30日ですね特別な、イベントでございますので、ふるってのご参加よろしくお願いいたします。ではあれ、そろそろいいかな。
はい、ありがとうございます。お笑い町のイメージキャラクターアライペでございます。アライペと名前呼んでもらえますと、大きく喜びますので、皆さん私と一緒にせーのと言ったらアライペと大きな声で呼んでいただけますでしょうか。それではよろしいでしょうか。せーの、アライペ。はい、ありがとうございます。アライペこの通り喜んでおります。それではですね、長らくお待たせいたしました。これからアライペとのじゃんけん大会始めていきたいと思います。これからアライペとのじゃんけんを行っていただきます。ただアライペですね、ちょっとお手手が小さいので、ちょっと手ではじゃんけんできませんので、ちょっと足の方でじゃんけんをさせていただきます。ではじゃんけん、アライペのお手本ですねさせていただきます。じゃあまずグーからお願いします。じゃんけんポン。はい、このようにですね、足をピタッとつけましたら、アライペ流のグーでございます。皆さんも大丈夫ですか。前の方見えますか。これがグーです。では次、チョキをお願いいたします。じゃんけんポン。はい、こちらですね、足を大きく前後に出したら、こちら、アライペ流チョキでございます。はい、では最後ですね、パンをお願いいたします。じゃんけんポン。はい、こちらですね、はい、大きく左右に開いたらこちら、パーでございます。皆さん準備はよろしいでしょうか。じゃんけん大会始めさせていただきます。私が、じゃんけんポンと言いましたら、それに合わせて、大きく手を上げてグーかチョキかパーを出してください。あいこは負けになってしまいますので、勝った方のみ、そのまま続行させていただきます。勝った方にはですね、豪華商品ご用意しておりますので、皆さん頑張って勝ち残ってください。それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、じゃんけんポン。はい、アライペこちらチョキでございます。というわけでグー出した方いらっしゃいますでしょうか。そのまま手を挙げ てください。はい、じゃんけんポン。チョキ。お、グーの方お二人。じゃあどうぞ前の方へ。